ここにしよう。買った缶詰知識を見せてくれ。はい、これ片手剣の戦闘技術8。うん、実戦系の缶詰知識か。本当か？よかった、いいものが手に入ったかもな。これが役に立つかどうかを知りたいのなら、君の戦闘時の状態をテストしてあげよう。もし君がすで、そうだな、対象実験を行うのはどうだ。この缶詰知識の使用も、俺はアーカー社端末を通して戦闘時の君の身体状態を測定しておく。2回の間で出る体力差や相手の強度差などは後で計算して影響を排除。おお、アルハイゼン、お前教練員で成績がとてもいいだろう。ちょっと気になったんだけど、缶詰知識を卒業に使いたい学生でもあるまいし、なんでマハマトラに狙われ。学者の行動が理解できないとき、ほとんどの場合は好奇心で説明できる。もういいだろ。今君のアーカーではこれを手に持って、君がこれと接続できる。ならもう一回。わあ、もうすぐ気がいい。三枚で出る。では、で。ダンペテフ。アルハイゼン、どうだったんだ？うん。君たちの買った缶詰知識は、確かに彼の戦闘能力を向上させたよ。2回目の戦闘時。待て、いくらだって。やっぱりあの悪徳商人、オイラたちを騙したんだな。これは100万。まあ、そもそも彼が強い実力を持っていた場合、少なくとも今回のテストを通して俺は、君たちのことをもっと。俺は、先に大正宿に戻る。2日後の連絡を待っているから。そ。よっ。ついていきます。次の仕事は。
次の仕事は。はい。Tunggu sampai apa jam 7 pagi. よし、出発だ。冒険だ、冒険。ふん。よし、出発だ。と。いえ。であろうが、何であろうが、ポケットにモラががっぽり入るなら、どんなものでも差し上げてみせますわよ。ドリーは、オイラたちが欲しいものなら、あらあら、その言い方。缶詰知識ではもう満足できないようですのね。何が欲しいのかしら、お聞かせ願いますわ。おさすが、あなたたちのような気前のいいお客様は、普通の缶詰知識なんて、アウトオブ単純なのですのね。ただその情報は決して安くはないですの。何しろ取引現場に忍び込むのはとても大変でしたの。でもお前の情報が本当だってどうやってしょ私にとって市場に流通している価値のあるものは全てが商品なんですの。商売をするためにはお宝たち、それに情報の信憑性についてはなおさら心配無用ですの。取引の瞬間を写真機に収めましたから。さすがお客様、毎度ありがとうございます。下がるに代金は確かにいただきましたわ。では耳を澄まして聞いてくださいまし。神の缶詰知識は昨日、アフマルの目の棟梁である、ミズリさんによって、確保されましたわ。アフマルの目？あら！お客様もよくご存知ですのね。アフマルの目は、神の缶詰知識にキング・デシェレトの力が宿っていると信じてますので、その、さすがは神の缶詰知識！私が撮った写真にも、神の缶詰知識がはっきりと映っていますわ。情報ありがとな、ドリー。いいんですの。お二人のように知識の豊富なお客様がいてくださるなんて、昨日の苦労は無駄ではなかったんですのね。今後も何かあれば、いつでもお越しくださいまし。神の缶詰知識の情報を手に入れたぞ。まさか本当にアフマルの目の手に渡っちゃうなんてな。早くアルハイゼンのところに戻ろうぜ。
そうか、どうだった？ドリーから取引の証拠をもらう。ほう、はっきり取れているな。エルマイト旅団の取引場所に忍び込むだけでなく、この上に映っているのがアフマルの目の団長。こうなると来週彼らとの武力対談で、アルハイゼンがどうしてアフマルの目の連中を挑発するのか、あいつらを倒せばそこのボスと対談できる。お疲れ様。ここから何日かは休んでいてもらっていい。その間ではお先に失礼する。アルハイゼンのやつ遅いな。まだかよ。待たせたな。ファロス灯台の前の桟橋。アルハイゼン、まさかイカレ。この対談は俺から要求したものだ。君たちが約束を、まかなり盛大に迎えてもらっているようだが。助っ人？店にいたガキじゃねえか。このイカレ野郎に助けられたからって、そろそろ無駄話はおしまいにするぜ。お前らを魚の餌にしてやる。次の仕事は？次こそ。依頼されたからには最善を尽くそう。くらえ！これをくらえ！先に失礼する。はっ！負けな。くそ、強レインの野郎。ボスが来てくれた。あれを使ったのか。やった、これで。ボス。接続を切るぞ。Keren sekali, apa itu? 目標発見。トロール。公務を妨害するな、アルハイゼン書記官。まさか、ただ救助しているだけだ。連れて行け。Yeah.
神の缶詰知識を使ったらしい。ああなったのは神の缶詰知識による影響ってことか。それって世界樹の知識を得るとき、学者たちは神の知識に触れて発狂するって話の。俺の知る限りでもサティアワダライフの学者が発狂した例はかなり多い。あいつらの様子はどうやら神の缶詰知識は確かに神と関係があるようだ。あいつの言ってた言葉を聞いたか。世界が私を忘れてって。そいつがマハマトラに連れ去られたんだったら、持っていた神の缶詰知識も教令院に持ってかれるよな。でも神の缶詰知識があんなに危険だなんて。こうなるともうオルモス校にとどまる理由はない。そういえば神の缶詰知識を探すのに夢中でお前に聞いてなかったんだけど。実のところ俺にもわからない。クラクサナリデビはスメールのシステムの外にいる存在で、しかも教令院には神の知恵を象徴するアーカー社が存在する。学者たちには自ら神との接触を図ろうとする理由がない。そうなのか。クラクサナリデビって神秘的なやつなんだな。俺は教令院に戻るつもりだ。もうすぐ過信短日だし、オイラたちもスメールシティに戻るか。ここ最近はずっと走り回ってたから少し休めばまた元気が出るかもな。アルハイゼン、じゃあオイラたちはここでお別れだ。じゃあな。さてこれを先に処理するべきか、それとも上へのレポートを書くべきか。Oh, gitu. Panjang juga satu chapter. お嬢様、そのディシア。おい、これは影の護衛ってやつだよ。雇用主を取り巻くあらゆる情報を把握することも。ディシア、もういいの。さっき私は行きたいって言っただけ。自分のこと、明日は祭りなんだから、ディシアも少しリラックス。うん、ドニアザードお嬢、安心してったら。わかりました。今夜だけですよ。明日こそ本番。悪意を持った奴らが祭りの日を選んでやってくるでしょうから。ふー、港から駆け足で町に戻ったあなたたちに休憩よ。うわー、お前っていいやつだな。Thank you.
一番近くにある私の。すごくいい感じだぞ。そんなことないわ。お礼はいいから、その代わり。それ、オイラ得意だぞ。もしよかったら、友達はみんな祭りで仕事。そうだな。特にディシアなんか。じゃあ明日の朝。おやすみ、ダニア。興奮して眠れなくなっちゃ。オイラもワクワクしてきたぞ。家臣団祭には美味しい料理があるのかな。ダメだ。想像するとお腹が減って眠れ。ちょっと寝坊しちゃったかな。早くドニアザードと合流しようぜ。次の仕事は？旅人、パイモン。おはよう、ドニアザード。そんなことないわ。ついにドニアザードはこの日のそうね。でも、じゃあ行きましょうか。過信探査日では補助金の受け取りを断って自主的に出店する業者も多いの。まずはその人たちの応援に行きましょう。補助金を断るなんて。出店する人たちってお金目当てのやつばっかじゃないんだな。クラクサナリデビ様の誕生を祝える貴重な機会だから、お金よりも雰囲気が大事ってその人たちは言っていたわ。お、あそこに美味しそうなもんが売ってるぞ。見に行ってみようぜ。ここはハフトスインで使う料理を売っている屋台ね。お、見る目があるね。これを知ってる人はもう大…キノコ、花、それからいろんな果物で、さっき言ってた過信探査の伝統行事よ。昔の人たちは7種の料理を食卓に並べる習慣があったらしいの。一般的によく見られるのがルッカデバータダケ、サウマラタハス、ローズ、夕暮れの実、カルパラタハス、ハンラの実、ザイトゥン島などね。過信探査って精進料理を食べる日なのか。そういうわけじゃなくて、その7つの料理はあくまでスメールの神が持つ7つの美徳を。じゃあ精進料理が草の国であるスメールの炎の国のお祭りだったら、焼き鳥、焼肉団子、旅人、オイラたち願いが叶う。よし、じゃあ君たち、錬金占いを試してみないかい？錬金占い？なんだっけ？だろ？これに初めて巡り合った時、僕もそう思ったよ。それで、具体的に。やり方は簡単さ。お客さんの持ってるものの中から、錬金術の材料になるものを結ぶ。ずいぶん適当だな。そんなの失敗するに決まってるだろ？いや、失敗するのが正解なんだ。この占いは、錬金が失敗した後の粉じ…クラクサナリデビ様によると、万物は互いに関係し合って…ドニアザードの説明を聞くとは、なんだかそれっぽく感じてきた。そんな深い意味があったのか。君は博識なんだね。チェリー。よし、少し待ってね。オイラにも見せてくれ。そうだね、月となると、つまりちょっと待ってね。こいつこっそり本で調べてるぞ。ああ、そうだった。これは虚言と嘘を意味しているんだ。虚言と嘘。まあでも自分の直感を信じ、心の中の恐怖を克服すれば、太陽は必ずや昇るだろう。
本で調べたってことはもう隠す気ないんだな。やっぱり運命は表面を見せてくれるだけで、結末を迎えるには自分を頼らないといけないのかもね。ありがとう、参考に。いやいや、実は僕もまだ勉強中の身なんだ。なかなか面白かったな。よし、次の場所に行こうぜ。そういえば、もう遥か昔のことなんだけど、家臣探査はとても賑やかな祭りだったそうよ。特大のフロート車が街中を巡り、人々は花やお菓子を振りまき、お酒をかけ合いながらフォルモス港へと向かったの。ドニアザードの目が輝いているぞ。ちょっと憧れてるの。でもニーローの家臣の舞もきっとそれに引けを取らないはずよ。ハーリス、ハーリス。やあ兵士諸君、ご褒美のヤルダーキャンディーをもらうにはしっかりと隊列を組むんだぞ。変な帽子をかぶった変は、ドニアザード姉さんだ。子供たちにとってドニアザードさんの魅力はヤルダーキャンディー以上なんですね。家臣探査の準備をした数日間で子供たちはすっかりあなたのことを神聖なる花の騎士、私の名を存じていただいているなんて。当然だとも。花の騎士ファーリスの名において偉大なる家臣探実に貢献したことを称えよう。さあ小さな兵士たちよ、ご褒美のヤルダーキャンディーは持ったかい？それじゃクラクサナリデビ様に忠誠を誓って解散。はい、ファーリス騎士。なんだこの小芝居。花の騎士ファーリスも家臣探査を象徴するものなの。昔はフロート社に花の騎士を得、ドニアザードお嬢様のおかげで子供たちはこのような楽しい思い出を作ることができるのです。ええ、あなたもご苦労様でした、イハル。いえいえ。あ、そうだ、ヤルダキャンディはいかがですか？これも祭りの目玉みたいなものでして。選ぶって。そこがこれの面白いところなんですよ。箱の中のキャンディーは味がランダムに入っていて、美味しそう。それからトカゲの尻尾味や鬼カブトムシ味。おい、何なんだよその2つは。鬼カブト、鬼カブトムシ味のヤルダーキャンディーはトカゲ。まさかドニアザードは全部食べたことあるのか。大丈夫だ、私も。旅人はこういうの。さあ、キャンディーの箱は左から順に5つの数字が振ってあります。何番にしますか？おお、すごいですね。夕暮れの宮地が当たりましたよ。お前は大きな戦いをいくつも乗り越えてきた。それではどうぞ、夕暮れの宮地です。ありがとな、キャンディーの騎士。花の騎士です、キャンディーの騎士ではありません。パイモンはこのフロート車を持たない花の騎士にとどめを刺したようね。キャンディーも食べたし、そろそろ次の場所に行くか。そうだ、忘れ物を思い出したんだけど、一緒に取りに行ってくれないかしら。きっとドニアザードは家臣探査のこと。無駄足か。そうっすね。おお、間違いねえ。あっちからのこのこやってくるとは。エルマイト旅団の連中だ。あなた誰？確かに風前家から金はもらっ、人さらいだったのか。
考えたことなかったのか。あんたらじゃかなわないような同業者がすでに風魔池から金をいただいてるってことに。お前はディシアか。狩猟の獅子ディシア。どうりで傭兵界隈で長らく名を聞かなかったわけだ。失礼な発言は慎んでもらえるかしら。大丈夫ですよ、ドニアザードお嬢様。ただの傭兵同士のちょっとした牙の見せ合いですので。けもう長いことす旅人、ドニアザードお嬢。いや、相手は複数だ。オイラたちも残って手を貸すぞ。そうか、ディシア、くれぐれも気をつけて。これが私の仕事です。問題ありません。激しく本当にいた。しばらく休め。そうだ、安心しろ。お嬢様、旅人、ここにいたのですね。ディシア、周りに共犯者は、もしくは誰かにつけられなかったか。ディシア、あなた腕が。ああ、これでしたら大丈夫です。ただのかすり傷ですから。普段ならあんな連中の攻撃を食らわないのですが。よく見せて。いえ、問題ないので気にしないでください。傭兵は。それに新しい体験って。おう、その、まあちょっと金欠で売っちゃったんです。たまにあるんですよ、こういうの。もしかして最後の舞台を設置するときに使った。いや、おう、その、ドニアザードお嬢様を泣かすつもりはなかったんですよ。雇い主を泣かせたところで給料は減らないわよ。でも武器を無断で売ったり、私のために怪我を負ったりした点は評価の参考にしないとね。それはあんまりですよ。本当にありがとう、ティシア。お、いえ、そんなこと言わないでください。デレショーなんで、なんだか恥ずかしくなってくるじゃないですか。ドニアザード、また気分が悪く。お嬢様、まさか具合が。みんな迷惑かけて。なったわ。もうしばらくここで休め。私の病気を心配してくれるの？だったらもうこれ以上隠すわけにもいかない。実は私、生まれつきマリン病なの。マリン病？そんな。あら、マリン病のことを知っているの？現在スメールの技術でこの。ドニアズ、そんなに悲しまないで。私はずっとそれを覚悟して生きてきた。ただ、マリン病にかかっている事実より、家族は、私のことを、とても愛してくれている。もっと長い、あのね、今回のように逃げ出すまで、屋敷の外の世界には、私の存在を知る。幼い頃から、私はただ、毎日ベッドの上に座って、窓の、今回逃げ出したことで、きっと家族には心配をかけるし、失望もされると思う。私には、人との出会いが必要だった。それに、家臣探査の準備に携わった思い出はもちろん、そのことを思うと、たとえその日が少なくとも、私の存在を覚えてくれ。お前がオイラのことを忘れない限り、オイラもお前を忘れないぞ。二人ともありがとう。実は、
こういう風に勇気を持てたのも、クラクサナリデビ様のおかげなの。あの方の励ましがなかったら、ええ。生きていれば、必ず悩みは生まれる。でも、私たちはみんな、悔いのないように生きているわ。あ、そうだ。もうそろそろもうすぐ、家臣の舞が始まる時間でしょ？神話の中の一幕を、ニーローが、とても優雅なダンスで再現するのよ。そうすれば、私の、じゃあ、ここで時間を潰して、え、今、許可なくこういった類の演目を行うのは、あれって教練員の大賢者みたい。どうして？でも家臣の舞は家臣誕祭、大規模なイベントを密かに行うのは家臣誕祭では禁じられているわ。これ以上続けるのなら家臣誕祭の関すでに大賢者も目をつぶっていらっしゃるの状況。家臣誕祭はもともと教練員が開催すべきもので、その席も長年放棄していたのはあっちなのに。どういうことか聞いてくるわ。見ていられないけど。芸術、ダンス、この全ての真実と真理を求める学者たちのために、神はスメールシティという楽園を作った。そんなことない。家臣様が我々の神に舞を捧げたように、お前のような学のない奴にこの私と議論する資格があると思っているのか。今お前がすべきことは、帰ったら次のジュニアーナガルマの日までにこのような公演を禁止する法令を書記官に。はい、すぐで。家臣誕祭でせいぜい神の生誕を祝うがいい。ドニアザード、ええ、どこか別の場所に行って教練員に見つからないように続けようかな。あ、でもお客さんにどうし、それか公演を妨害する人を誰かに止めてもらうとか。ニーロ、でもドニアザードは家臣の舞をずっと楽しみにしてたんでしょ。今回の家臣探気にしないで。ニーローにそんな風に思ってもらう。それにこの状況で家臣探査を、うん、じゃあ次もこっそり家から抜け出せるよね。次、ええ、約束ね。次、まさかこんなことになるなんて。あの賢者だ。うん、大丈夫。でもニーローの家臣の舞を、今日はいろんなことがあったな。ニーローは来年の家臣誕祭は成功させるって。ドニア、そうだ、全ての接続を確認。最高レベルの案、計画は最終段階へ。ふふふ、お前のせいで寝坊したんだ。早くドニアザードとこ、おはよう、ドニアザード。そんなことないわ。なんだか少し元気。うん、心配しないで、私なら大丈夫。ま、おおって、おい。
そこに美味しそうなもんが売ってるぞ。見に行ってみようぜ。ここはハフトスイーネ。よく知ってるね。肉はないんで、その家臣探査の伝統行事よ。人々はこれら料理を食卓に並べて、スメールの神が持つな人参からして月の湯。そうか、なんだか食べ物みたいに見えるけど、月が象徴するのは何だったか。ちょっと待っててくれ。こいつこそ、そうそう、ただ自分の直感を信じ、心の中の恐怖を克服すれば、太陽は必ずや昇るだろう。そう、参考になったわ。いやいや、実はなかなか面白かったな。食べ物されたらな。次はどこに行くか。さあ兵士たちよ、ご褒美のヤルダー。はい、ファーリス騎士。なんだなんだ。花の騎士ファーリス。ドニアザードさんの。そうだ、いや選んで。おそれから。おい、なんだよその味。はい、キャンディーの箱は5つで、左から順に5つの数字が振ってあります。おお、これはすごい。4番は夕暮れの宮地です。本当にこれを当てるとは。ひ、やっぱりお前って運がいいよな。え、体が無意識に正解を選んだのか。でもそういえば、オイラもなんとなく正解を選んでくれるのが分かってたよ。旅人、もしかして昨日の夜あんまり眠れなかったんじゃないか。それか逆。私のことなら気にしない。おい、どこ行く。知ってるぜ。そういえばオイラも今日ちょっとだけそんな感じがしてたんだ。それよりどうして急にここに来たんだ。なるほど、つまり普段やらない。よ、お二人さん、飯を食いに来たのか。何にする。あいよ、お客さん見た感じ、デーツなんて、あの黒くてまずそうな。おいら、お前の狙いが。これいくらなんでもこれはちょっと。味はどうだ。その顔やっぱりまずいのか。ということはまさか。普通だったらありえないことだ。どうやら今回は味覚から来る騎士官ってことか。おいらもなんだかこの。どうする、一度す。
ベンチのところにいるのってドニア。奇遇だな、ドニアザード。こんなところで一人で。そのさっき悪い人たちに絡まれてしまって、リシアが助けてくれたの。それか悪い人？私は大丈夫だけど。ならよく。そんなことないわ。私はずっ、それにたとえ今日がどんなに特別でも結局は何言ってんだよドニアザード。なんだかオイラ混乱してきたけど、お前が今。本当に大丈夫よ、気にしていないから。そのドニアザードは騎士官？いえ、ないわ。ここ数年ずっと同じ生活をしていたから騎士官が。そっか。そろそろ時間ね。ん？ヒーローの家臣の前が。お前のような学のない奴にこの私と議論する資格がある。帰ったら次のジュニアナガルマの日までにこのような講演を。はい、すぐで。過信探裁で。気にしないで。でもせっかく楽しみに。確かに残念だけど、それよりもみんなに迷惑かけたく。そうだけど。次。え、今。何でもないわ。あの賢者たち風情のかけらもないな。あれ、ドニアザードのや。結局騎士官に。もしかしてただ疲れてるだけなんじゃ。実はオイラも同じ。疲れて幻覚を見たってことにして、とにかく早く休もうぜ。他のことはまた明日考えよう。知能出力がわずかに低下だが正常範囲内にある。原因を早急に解明するため。なんだ、まあいいか。ないわ。お、なんだか声。ううん、心配しないで。私の。おいいな、早速行こうぜ旅人。あれ、この支援がなければ子供たちも過信探査を楽しめなかったわけですから。そうだ、やるだ。これ全部同じじゃな。そこがこれの面白いところなんですよ。箱の中のキャンディーは。おお、それから。おい、はい、キャンディーの箱は5つで、左から順に5つの数字が振ってあります。おや、迷いが一切ありませんでしたが、かなり自信があるようですね。
いつはいつも運がいいんだ。待て待て。まさか今の。さすがにこれは強運ってだけでは説明できないかと。箱はすべて特進術投資の。今のどうやったんだよ。いつの間にそんな超能力手に入れたんだ。ノイ、どうしたんだよ。何か見たのか。ドニアザードに何も言わず離れちゃ。あなたも気づいているのでしょう。過信探査に参加するのはこれが初めてではないということを。これあなたも使えるわよね。缶詰知識？あなたも一緒にね、パイモン。お前オイラを知ってるのか。おお、ちょっと。オイラたちにとって今日はもう20回目？いや、30、それとも40。もう数えきれないほど過信探術を経験してるってことか。オイラたち同じ日に閉じ込められてたのか。お前の助けがなかったら気づきもしなかったぞ。で、この缶詰知識には一体何が入ってるんだ？まだ少し記憶が混乱しているのね。よく思い出してみて。私たちは何も初めて接触したわけじゃないでしょ。あ、確かこの缶詰知識は一種の表現方法に過ぎないんだったな。じゃあ他の奴らはどうなったんだ。あなたたちの騎士官は元から他の人よりも強かったでしょ。あえて説明するなら、あなたたちは草元素力の祝福を得て、あなたたちの意識あれら記憶との間にはもともと薄い紙があるようなものなの。おなじみの質問ね。あなたがそれを見ての通り、彼女は弱っている。あなたたちも感じたと思うけれど、最近あなたたちと一緒にいたドニアザードは最初の彼女とは違う。
そして今、その最初の彼女があなたたちの目の前にいるの。でも、時間はもうあまり残っていないわ。どうやら、そろそろ頭の中で整理ができたようね。そうだ、私のことはナヒーダと呼んでちょうだい。ナヒーダ。いいわ、合格よ。一体何が起こってるんだ？オイラたちの記憶を呼び覚ますことができるし、何か事情を知ってるみたいだけど。この世の万物は繰り返し循環する、いわゆる輪廻というものよ。私たちは皆この輪廻という一日に囚われているの。そして真実はあなたたちにしか探し出せない。もし自ら真実に気づけず他の者に告げられたなら、あなたたちの精神に大きなショックを与えるかもしれないわ。だから私は知識面に関する手助けとさりげない暗示だけを与えるの。残った時間はすべて彼女の身を蝕む。ドニアザードの容態かなり悪いみたいだな。もしかして、もしもこの過信短術の輪廻から脱出できれば。だけど今の状況では彼女は羽を完全にもがれてもなお空を飛び続けている小鳥。私ナヒーだっていつもそういう妙な比喩が好きだよな。比喩とは基地の知識を使って未知の知識を理解する素晴らしい技法でしょ。さて聞きたいのだけど、現時点においてあなたたちの真実に対する推論は。大賢者はせいぜい神の生誕を祝うがいいと言っていたけど、大賢者はもう何度も過信短術を過ごしてる。まるで過信月虚言嘘、これは何。目の前で起こっていることがまるで以前にも経験。それほど考え事をしていたわけでもないのに、どうやら明確なか。同じ一日を繰り返すように時間が流れ、それほど考え事をし、目の前で起こっている。大賢者はもう何度も過信、同じ一日を。時間の循環ね。以前のあなたも違うのか。シンプルな時間のとに、たとえ毎日が過信短祭だ。まずは今の状況から整理しよう。でも抜け出すには時間の循環はもうナヒーダにすでに記憶の中では。よう、また来たのか。あいつは。そうか。それで戻ってきたのは何か買うためか。
うちにある食材はど、あ妙、もうちょっと思い出して。なんだデタラメな、知ってるだろう。俺たちスメール人は夢を見ないって。そんなに夢、あながち間違ってないかもな。これって、そうだったな。でも確かにただの夢ならとっくに覚めてるはずだ。あ、君たちか。僕の占いがあまりにも的確だったからわざわざ褒めに来てくれたのかな。おお、やっぱり。おいおい、な、僕にまだ未熟だ。それで一体何があったんだい。え、待ってくれ。てっきり財布を落としたとか詐欺にあって、今のってほ、やっぱり信じて。すごいすごいぞ。もちろん信じるとも。君たちを占った時のな、確かに関係がないわけでもなさそうだな。神が与える啓示はぼんやりとしたヒントに過ぎない。具体的なこと、自分の直感を信じ、心の中の恐怖を克服すれば。そっか、やっぱり占いは収穫はほとんどなかったけど、他に話を聞けそうな人。確か輪廻の中の何日かはあいつのところに行ってたな。でもあいつはずっとオイラたちにからかわれてるって思ってたぞ。おい、確かに確かこの時間は、問題ありません。タイミングバッチシだな。パイモン、それに旅人、ちょうどいいところに来てくれた。聞いてくれ、実はさっき危険な連中が。ん？見ていたのか。ならすぐ近くに共犯者がいないか探しに行くから、旅人にドニアザードを休めるところまで連れて行ってほしいんだろ。確かにそうだが、もう一つ決定的な。ディシアはお金を集めるためにそれほど考え、月スメール人は言ってやれ。このことはお嬢様を含めて誰にも言っていない。あんたは知らないはず。オイラの話を聞、それを私に信じろと。それはあまりにも、いや、先に言っておこう。すごく物静かで全てのことに興味を。確かに前とは少し違う。お嬢様のご両親から聞いたことがある。ん？昔あなたたちの言っていること。お嬢様、怒っていないといいのだが。いいだろう。私の体験のことも知っていたんだ。もしかしたらほ、人を連れてきても意味はないって。いや、ただ本当のドニア、本当のドニアザード。言ったでしょ、あなたたちは特別なの。そこにこうも強大な感知力があるなんて。なんてな。まさか
目に見えない触覚でも生えているのかしら。ドニアザードお嬢様がそこに倒れているのか。今は容体が悪化しててほぼ意識を失ってる。感じるんだ、彼女の気配を。それと心残りや悔しさのような気持ちも。今ならオイラたちのことを信じてくれるか。つまりお前は賢者たちの仕業だって言いたいのか。ああ、賢者はずっとあたしたちと対立してきた。奴らはこの日に。そう言われると確かに。こんな大規模で奇妙な実験、もしかしてアーカーシャ装置に何か秘密があるのかも。オイラたちの記憶を呼び覚ました時、缶詰知識みたいなのを使って。アーカーシャは神の心によって稼働していて、知恵の神の力が具現化した姿なの。すべての民の英知を束ね、人々に知識を授けているわ。神の心。スメールの神の心はアーカーシャを稼働させるのに使ってたのか。そんな使い方があったなんて。道理でアーカーシャって不思議なわけだ。そのあんたたちに見えているナヒーダとやらは何を言っているんだ。ナヒーダが言うには、アーカーシャは神の心によって稼働していて、知恵の神の力が具現化した姿らしいぞ。すべての民の英知を束ね、人々に知識を授けてるみたいだ。すべての民の英知を束ね、人々に知識を授けている。待ってくれ、知識を授けるのは理解できる。人々はずっとアーカー社から知識を得ているからな。だが賢者たちも知識をアーカー社に記録してるんじゃないか。おお、確かにそうだったな。お前は何か思いつかないか。アーカー社は神の心によって稼働していて、知恵の神の力を具現化した姿。すべての民の英知を束ね、人々に知識を授けている。そうナヒーダは言っていた。わお。スメール人は夢を見ない。それほど考え事をしていたわけでもない。目の前で起こっていることが。いや違う、もう少し考えない。わっ、サラ。アーカーシャは、アーカーシャは、いや違う。それはつまり、脳が疲弊するのはアーカーシャによるものだと言いたいのか。確かに意識してみると私も精神上に異様な疲労。そういえば砂漠の民たちが知識を求める時も、賢者たちは知識は決して無償ではないと言って。まさか民の英知を束ねるとは、アーカー社が逆に我々の脳を利用することを指し。さあな、知識を授けられる以上おのずと脳にも細工ができるはずだ。具体的な方法はわからないがな。でもなんでそんなことするんだ。スメール全ての民の英知を束ねることは、スメールシティを一つの巨大な脳として使うのと同じ。例えば最も優れた頭脳を持つ人物。素晴らしい推理ね。特にスメールシティを巨大な脳と比喩したところは。だったら早くアーカーシャ端末を外そうぜ。これで問題が解決するかもしれないだろ。ああ、もともと私も体裁上つけていたんだが、まさか賢者たちにはめられていたとはな。この件が終わっ。どんな感じだ。お、何に気づいたんだ。あ、それだったらオイラも覚えがあるぞ。
から伝わってくるような。ピという音、まさかアーカー社を操作する時の音か。なんかすごく重要な手がかりな気がするぞ。アーカー社を操作してないのにその音が聞こえてくるなんて。あ、聞こえたか？私も聞こえた。これは幻聴じゃない。たった、もうアーカー社端末は外しているはず。これは…お、段階の時間が予想を超えてる。このままじゃ犠牲者が出てしまうぞ。だが我々はもう…よかった。今回は適応が早かったわね。オイラたち、アーカー社を外したのに、それでもあの音が聞こえてきたぞ。あれは一体どういうことなんだ？でもこれで、オイラたちが同じ日から抜け出せないのが、アーカー社と関係してるってことが分かっ、もしもアーカー社がみんなの英知を盗もうとしてるのなら、なんで実験台にいるマウスが、そのような扱いを受けている。オイラたちをマウスに例えるのかよ。だったらおま、私は好きかな。好き？それって、私が誰であるかを知っても真実を知る手助けにはならないわ。そんなことよりもっと他のところに注意力を使いなさい。うん、わかったよ。昨日はディシエがたくさん助けてくれたし、今日もまずはディシエ。ディシエと今がピンクスイヤーで。ここにいたのか。人さらいは私が片付けた。お嬢、あれ、どうした？二人とも。なぜ私をじっと見つ、なんで怪我を、は？どういう意味だ。あんな軟弱な人さらい相手にどうして私が怪我をしなきゃならない。なんであんたが体験のことを知ってる。やっぱりディシアも記憶がなくなってるんだな。変なところ、うん、強いて言う、まるでこいつを使っ、つまり頭の中にはこいつを使って戦った。ああ、傭兵や武人にとって体に刻まれた記憶こそ最も重要なものだ。旅人どう思う？そうだな、なんか希望が見えてきた気がするぜ。おお、そうだな。これまでの過信短日の輪廻の中じゃこんな状況ありえなかったし。何を言っているのかわからないが、ま、危険がまだ残っている。だからオイラたちにドニアザードを休め。どうして私の言おうとしたことを。と、まあ早く、実は今日、いつもは人さらいを撃退した後に怪我を負うディシアが、今日だけ怪我をしてなかったんだ。これって、過信短日の輪廻が終わったってことじゃないか？とに、そう。そのような進展があったの。悪くないわね。おい、なんだよそのどっちつかずの返事は。明日はやってくる。このことは誰にとっても当たり前のことよ。でも本当に明日が来るかどうか知ることができるのは、今日が何回繰り返されたのか、今日の次が昨日である可能性はないか。もしかしたら
この世界は全てがまやかしで、この大陸の歴史もただの長い過信探査に過ぎないのかもしれないわね。もうこの話はやめにしよう。だから明日になったらおのずとわかる。しっかりと心身を休めてちょうだい。パーッと。なんだって？あら？人はトイレに行った後、すがすがしい気持ちになるって言うでしょ？あまりにもおかしくて常識外れだから、何を言えばいいのかわからないぞ。そうだな。毎日は過信探査で楽しい日々ではあるけど。収穫を続行する。結局また同じ日かよ。ナヒーダ、お前本当は昨日の夜過信探術の輪廻がまだ続く。言ってどうなるっていうの。あなたたちは新たな不安に駆られながら夜を過ごすことに。だったらいっそその貴重な機会を利用して、つかの間の希望の中。確かに、ナヒーダはオイラたちのことを考えてくれたんだ。当然よ。少なくともこの日々が続く限りは、あなたたちが私のすべてなんだから。ナヒーダ。急に、そんな恥ずかしくなるようなことを言うなよ。私が言いたいことはね、あなたたち二人に謎を解くようお願いしたのは私。言い換えれば、あなたたち二人がいなかったら、私は存在しないのと同じ。だから、あなたたちが私のすべてということよ。なんか、ナヒーダがまたわけのわからないことを言い。雑談はここまでにしましょう。旅人。昨日の新たな手がかりから。え？急に以前の考えを否定するなんて、どういうことだよ。あ、確かにそうだな。前は。なら、新たな結論は何かしら。傭兵は、体に刻まれた記憶に立。ピーという音は、アーカー車を操作する時の音。たとえアーカー車端末を外し、アーカー車は神の心によって稼働していて、もう何度も過信探術を過ごしてる。まるで月虚言。どうやら目一日が終わるとき、その日の記憶もすべて消去されるのなら、同じ日を過ごしていることに気がつかない。そっか。あの毎晩鳴るアーカー車の音は、だから目が覚めると。みんな過信探査を過ごしてないって勘違いするんだ。本当はもう明日が来てるけど、体に刻まれた記憶は消せない。だからリシアは新しい体験を扱えた。とても巧妙な推論ね。これが正解なんだよな、ナヒーダ。簡単に言うと、捕まえてきた炎元素の象徴をホタルに見立てて照明に使っているようなものね。感覚にこだわりすぎるがあまり、本質を見落としているわ。全然簡単じゃないぞ。なんなら、あのディシアさんともう一度話をしてみたらどうかしら。そうだな。もともと。
ここにいたのか。やっと見つけたぞ。今日のリシアも、怪我？何の怪我？お前のその新しい体験、本当はまだ使うのに慣れてないんだろ？ああ、実は私もおかしいと思っていたんだ。今日いきなり手に馴染むように。旅人、やっぱりそうだな、そうしよう。あ、私がいない間に何が。そこは気に。そうか、まあ、あんたたちの言いたいことは分かった。そう、毎日それを忘れちゃう。なら反論させてもらおう。そんなことは絶対にありえない。仮に過信探査が何日も続いていて、私たちが覚えていないだけだとしよう。だったら物資、理屈で言えば財布も空っぽになるはずだ。確かに、アーカー社で全ての人の行動を記録して、それからここにある資源を使って、一日ありえないようなことだけど可能。いや、ありえない。証拠？はぁ、あんたたちは本当にこうもわけのわか。私についてこい。それからドニアザ。まさか今回はディシアがオイラたちに証拠を見せる番になるなんてな。前はオイラたちがディシアに見せたのに。これだ。なんだこれ。これについている傷はわかるか。ここ数日の私のせい。賢者たちがこれを毎日取り替えない限り、とっくにボロボロになっているはずだろ。そうだぞ、だから毎日変えてるんだろ。だったら賢者は毎回新しいダミーの上に。私も一人の武人だ。私が学んだ流派では非常に細かいコントロールが要求される。剣の振り方、力、角度、切り込み点、その全てを入念にコントロールしているんだ。武人の剣は唯一無二。こういった言葉があるように、完全に同じ剣筋を振ることは誰にもできない。私がつけた傷を完全にコピーするなんて。そうか？何か精密な機械で。写真機で撮った画像は画家の描いた風景画にとって変わることは永遠にないと言われている。なぜなら前者には魂がこもっていないからだ。それは私も同じで、彫刻で作られた後と武芸。ふん、これでもう疑問に思うところはないだろう。それじゃあこれで私は失礼するよ。もう時間も遅い。ドニアザー道場様をニーローのところまで送っ。また壁に。でも少なくとも真実の一端はつかめたんじゃないか。おう、それは間違いなさそうだな。おかしい？オイラからしたら、シティから出ない。あ、本当だ。でも本当に不思議だ。今まで一つのか。とりあえず戻ってナヒーダに聞いてみようぜ。
ボスかね。よっ。はナヒーダ、戻ってきたぞ。今日は早かったのね。もしかして何か新しい収穫があったのかしら。ああ、そんなところだ。オイラたち、時間が循環してないことも、ここが現実じゃないってことも分かったんだ。ただそれと同時に新しい疑問も浮かび上がったけど。外、私の記憶では、あなたたちは知って、オイラたち、そんなことを言ってたのか。確かあなたたちは外へ行った結果を一度も話さなかった。いえ、たっても他にもあなたたちが夜に戻ってこないことが結構あったから、当時の私も。確かに、いろいろ調べてるとたまに時間を忘れてそのまま2日目に入ることもあったな。でもお前の言う、そう、それはちょっとおかしいわね。理論上あなたたちの記憶は全て呼び覚ましたはず。おお、絶対何かおかしいぜ。明日になったら。あ、記憶が戻った。その旅人、あなたがさっき取り戻した記憶以外に他にも情報が届いている。聞けばわかるわ。引き返せない。あそこには数多の空間があり、スメールシティの過信探術はその中の一つに過ぎない。旅人、お前には空白になってる記憶が2日間あるはずだ。そろそろ昨日の計画を実行しようぜ。おう、しゅ、よっ。どうして外に行くことが禁止されてるんだ。何を聞こうとも無駄だ。これは大賢者直々の指示。詳しいことは明日聞いてくれ。頼むよ、本当に急いでるんだ。オルモス港から品物が届いてる。早く行かないと盗まれちまうかもしれない。それはお前の都合だろう。そんな事前とか予知なんて商売でできるわけないのに。どうやらスメールシティは今日教練員から封鎖令を出す。オイラたちも。衛兵さん、なんで今日は外に行けない。一人去ってまた一人か。我々に下された命令は、本日スメールシティの出入りを禁止すること。他に怒らせて情報を聞こうとしても無駄だ。どうやら本当に知らぬ。目的が聞き出せないならもっと直接でここでいいと思うぞ。うえ、なんでだよ。オイラを置き去りにするのか。でも万が一予想と違ってて、あまり役に立たないのは分かってるけど、今までずっと一緒だっただろう。うき、早く戻ってくるんだぞ。おう、あ、記憶が。旅人、うん、おいら、もうお前に会えない。おいら、壁んとこでずっと待ってたんだぞ。なんで帰ってこなかったんだよ。ひとん、ダイモン、落ち着いて。彼はここにいるじゃない。しかも何が起こったのか。そんなの知る
まうか。昨日本当はずっとお前を探しに行きたかったんだぞ。でも外に行っちゃダメだって言うから。うん、わかったよ。とりあえず許してやる。でも本当に消えなくてよかった。さてパイモン、あなたの視点から昨日何が起きたのか話してちょうだい。なるほど、二人の違った視点を。それから旅人はシティの外に行ったんだ。オイラもずっと目でこいつを追ってたんだけど、ある瞬間をさ、いや、オイラはずっと。それで旅人の視点は、記憶がすべて。これで以前のことも説明できるわね。あなたたちは外に行ったけれど、二回ともその日の記憶。外に行くとオイラたちの記憶が完全に消されるのか。どうやら外には秘密があって。でもそうなるとオイラたちも外に何があるか永遠にわからないぞ。例えばメッセージとかか。そんなに私を見ないで。私は見られる。うん、わかったわよ。メッセージを伝達するツールが必要なんでしょ。よし、そうか。終わったわ。持っていきなさい。ん？これってアーカーシャ端末じゃないか。少し手を加えたの。アーカーシャ端末にはもともとメッセージ伝達の機能。そんなこともできるなんて。ナヒーダはアーカーシャに詳しいんだな。ええ、メッセージの保存は私が手伝う。操作も簡単だと思うわ。試してみないとわからなそうだな。行こうぜ。賢者たちの尻尾をつかんでやる。うっ、おう、わかった。もう昨日一回経験したから今日はそこまで心配じゃないぜ。おう、また明日な、旅人。これが今までに起きた全ての出来事だ。ええ、電波が少し途切れ途切れでその干渉を受けてしまったけど。よし、事情も一通り分かったこと。引き返せない。あそこには数多の空間があり、俺たちがいるのはただ。また一つの空間に入った。流れる砂岩、合共する魚、存在するはずのない風景。これらの空間はいずれも内部に人がいないか無言の人形がいるだけ。人間の存在は感じない。ああ、情報量がすごく多いな。つまりスメールシティを出たら。でもここから外を見ても至って普通だぞ。どういうことなんだ。メッセージはもう一つあるわ。ここに至るまでの間、あれらの空間は止めどなく消え続け、空にある太陽のような場所に吸い込まれていった。最後の空間も消えた。俺の背後にまた新たな空間がたくさん現れた。そうか、わかった。あれらの空間は、なあ、あ、もうなんでここで途切れちゃうんだよ。旅人は何を言
おそらくちょうど昨日がその時に終わったのね。そうだ、オイラもさっきアーカー車の音が聞こえた気がするぞ。現実で鳴ったのか、それともメッセージよ。多分その時の旅人のアーカー車端末から発せられた。その音がした後、旅人は最後の空間も消えたって言ってたな。旅人、あなたは最後の空間を何だと思う？記憶にある限り、一日の終わりにはいつもアーカー車。まさかあの空間こそが現実？でも現実空間があのように。シティの外に行ってから異様な光景に包まれた空間を数えきれないほど見た。あれらの共通点はどれも人の気配がないという。いや違う、いや違う。毎日オイラたちがピーって音を聞いた後、その後旅人は背後にたくさんの空間が現れたって言った。当時の魔人戦争がどんなに悲惨なものであったとしても、魔人たちにとっては広間にある7つの座を奪い合うただのゲームに、あなたの目の前にあるものがどれほど奇妙であっても、もしかしたらただ魔人戦争。Lantai yang gelut ni. Yo. Jom. Yo.冷静に考えたいのか？家臣の舞が始まる。もう行かなきゃ。そのドニアガード。そう、分かったわ。また後でね。旅人、考えはまとまったか？おお、やったな。早くおし。戻ってきたわね。待ちくたびれていたところよ。その表情から察するに、家臣関西の卒業テストを始めてもいいのね。それじゃあまず、隠された真実についてはもう見つかったかしら？シティの外に行ってから異様な光景に包まれ、スメール人は夢を見ない。奇妙な月、巨幻、あれらの空間はもう何度も過信短日を過ごしてる。アーカー社は神の心によって稼働。どう
どうやら。あれらの空間は無境のことを思い出させる。なんとなくアビディアの森でそんな夢を見た気がする。そして夢の中に人の気配はなかった。俺たちは夢の中にいる。スメール人は夢を見ないのではなく、夢をアーカーシャに奪われただけだった。スメール人はただ自分が夢を見ないって思い込んでるだけで、あれら無人の空間は全部主をなくした夢だったんだと思う。だからこいつの言ってた空間はあんなにも奇妙な光景が広がってたんだ。つまりスメール人も本当は夢を見ることができる。そしてオイラたちは今実際に夢を見てるんだ。正解よ。それで、あなたはどうしてアーカーシャにそれができると見抜いたの？知恵の神の力が具現。すべての民の絵、人々に。アーカーシャ。いや、違う。なるほどな。森にいた夢を操れる生物たちの力も送信によるものなんだろ。だったらアーカーシャにも夢を操る能力があるはずだ。でも人々の夢を奪うことがアーカーシャの全て。夢は永遠に不思議なものよ。繊細で想像力に満ち溢れている。それに言い換えれば、夢とは人類の英知の集合体というわけね。前にハイパシアが言ってた考えとは正反対だ。あいつから聞いた話だと、確か賢者たちは夢を愚かな妄想だって言ってるんだよな。ミ・キョウレインの賢者たちはそうやってアーカーシャを通して人々の夢を使った。そうなんだろ？あら、そのように言うからにはもう現状を理解しているってことかしら。なら今。大賢者はせいぜい神の生誕を祝うがいいと言っていたけど、いや違う。目の前で空間がとめどなく消えていき、あれらの無境はとめどなく消え続け、アーカーシャから音が鳴った後、さらに多くの空間が。どうやら。アーカーシャは人々の脳を常に夢を見ている状態にし、さらには彼らの意識を夢から剥離させることができる。剥離された意識は過信探査の無境集合体に集められるわ。そして誰もいないそれら主なき夢はアーカーシャによって収穫されるの。何も知らないまま夢の中の一日が終わり、新たな輪廻が始まる。人々はまた
別の過信短日の夢の中で目覚めるわ。そして自分のものであったはずの夢はまたしてもアーカー社によって収穫され、それが繰り返されるの。つまりここは夢を作る工場みたいな場所で、アーカー社は夢の収集。その通り。比喩を善用することはいい習慣。ってことはオイラたちが聞いたピーっていうアーカー社の音って、現実のアーカー社端末から発せられた音だったのか。だから夢の中のアーカー社端末を外しても無駄だったんだな。さて最後の質問よ。錬金占いは神の啓示だと言っていたが、ナヒーダは自分を月と比喩していた。つまり、今にして思えば虚言は、今にして思えばあれは賢者がスメール人を欺いていることを指していた。錬金占いは神の啓示だと言っていたが、ナヒーダは自分を月と比喩していた。つまり、気づいていたのね。あらあら、これが一番難しい問題になると思って。全然難しくなかったぞ。オイラにも分かったぜ。お前にはいくつも特別なところがあったからな。そういえばナヒーダは本当に最初からヒントを出してくれてたよな。オイラたち前々からずっとクラクサナリデビの情報を聞いて回ってたけど、まさかこんな形で会うなんて。ええ、それは現実に戻ってからにしましょう。でも現状に関する他の問題なら、その質問は前にも聞かれたわね。その時私はあなたたちの精神に大きなショックを与え、でも今のあなたたちは夢の真実について知っているわ。無誘している人を呼び覚ましてはならないという言葉を聞いたことはあるかしら。もしも見ず、現実と夢の概念や認識に不可逆的な意識の混乱が生じるの。だから暗示やヒントの度合いに私は最善の注意を払ってきた。まず私たちのいるこの無境は、人々がすでに経験した過信探災の日という現実。次に、なぜ人々は以前の輪廻に関する記憶がないのか、あなたも不思議に思っているわよね。それは人間にとってほとんどの夢は元から覚えられないものだからよ。だから毎回過信探災の夢の中で目覚めても、かつての同じ夢に関する記憶がないの。そういえば旅人がアビディアの森にいた時も夢を見たよな。でも起きた時には何。ええ、草元素力の祝福を受けるということは、草元素の夢に関する能力の加護を得るのと同じ。それに比べて他の人々は過信探災の輪廻の中で知らない。人間は本当に夢。あなたたちの脳の疲労がすでに答えを出しているはずよ。特に元から体の弱かったものは、このような無制限の搾取に耐えることは難しい。命が危険にさらされてるのに、人々はそれに、ま、そうね。どうして私が誕生した日をモデルにしたのかしら。ただナヒーダも理由を知らな。教霊院の賢者は代価を惜しまず、短期間でこれほどまでの夢を収穫した。きっと何か企てているに違いないけど、残念。旅人、あなたは何か情報を持っているかしら。
あれらの空間は無境のことを思い出させる。なんと、アーカー社は神の心によって稼働していて、知恵の神の力を具現。大賢者はせいぜい神の生誕を祝う。神の生誕を祝う。まさか。そうね。どうして私ナヒーダも理由を知らなかった。教霊院の賢者は代価を惜しまず。旅人。いや違う。いや違う。神の生誕を祝う。まさか。スメールの民を騙し、彼らの命の安全も顧みなかった。教霊院の人たちがどんな目的で家臣探査の輪廻を終わらせたら。教霊院の賢者が自分たちの国の神に隠れてこんなことをや。何せ、私はただの月だから。本当の太陽はとっくにいないもの。月、太陽、あ、きょ、ええ。明日になったら。おはようナヒーダ。オイラ全部思い出したぞ。いや、おはよう、クラクサナリデビって言った方がいいか。あれ、どうしたんだナヒーダ。状況はおそらくあなたの脳裏に浮かんだものと。ドニアザードが消えた。消失したのは本物のドニアザードの意識よ。過剰なまでの夢の搾取に意識が耐えられなくなったようね。なんでこんなことに。じゃあもう一人のドニアザードは。彼女は少し人形に似ているけれど、本来のドニアザードの意識ではもう維持ができなくなり、夢の中に起きたから代替品として彼女が生まれたの。まるで夢の中の草や木と同じように夢を構築して維持する。でもあいつと本当のドニアザードは。確かに人形は比較的無気力で、人間が持つか。ただ思い返してみると、かつてのドニアザードは。確かドニアザードは意識の中でお前に会ったって信じてた。ええ、当時の彼女は家族から異常なまでに過保護にされだ。私はただ彼女に生命を再認識するための英知を少し与えただけ。彼女も自我を有する。私はまだまだよ。正真正銘、少なくとも私は彼女を救えなかった。もし一人前の神なら、最も敬虔な信徒を、未練を残したまま。全部あの賢者たちのせいだろ。これは自分を責めているのではなく、理性的な判断よ。私と一人。そんなこと言うなってナヒーダ。悲しい時は神だって。このような犠牲が再び生まれるのを防ぐためにもだな。この家臣探査の夢はアーカー社によってコントロールされているわ。けど夢を見る脳、つまりここには夢の主となる存在が。そうなのか。ここがその人の夢だとしたら、ここにある全てはその。だったらその人は想像を通してこの。想像？ここで言う想像とは、当たり前という認識を打ち破るものよ。例えば酒場でウェイターが皿を持ってきた時、おのずと皿にあるものは料理だと思うでしょ。でも仮にあなたが夢の主で、同時に自我の意識が芽生えたとする。夢も自然とあなたに答え、本当に黄金やモラが出されること。でも今の状況において、夢の主には自分が夢を見ているという認識はない。その人に自分が夢を見ていることを認識させる。
そういう時。でもどうやって探すんだよ。それにもし探し出せたとしても、ほらお前も言ってたよな。確かにとても難しいわ。でも今それができるのはあなたたちしかいない。あなたたちが探している間、外？お前も旅人と。ええ、少し試したいことさ。早く行きなさい。夢は本来不思議でロマンチックで、はあ、なんか悲しい。あんないいやつで素朴な願いを持ってただけなのに、こんな風に運命にもてあそば。そうだな、はじめはドニアザードを助けるために頑張ってたんだもんな。でも旅人、オイラたちがしっかりしなきゃダメだぞ。そういえばさっき思ったんだけど、賢者たちって自分を夢の主にする。確かにそうだな。で、お前は誰が夢の主だと思うんだ？おお、まずはそいつを探っ。帰ってきたのですか。前は慌て。いや、気にしないでくれ。それより実験、何か願い事ってないか。願い、過信探査に願い事をするイベ。そういうの。わかり、今の私の願いは、少しお恥ずかしいのですが、先ほどあまり機嫌が良くないように見えました。誰ともお話をしたくですが、以前はこうではなかったんです。それにもしかしたら、私に花の騎士ファーリスをやらせたのも、私が特別な。お前、まさかドニアザードのことが好き。え、お嬢様はあの時、人々に笑顔で過信探査を過ごしてほしいと言いながら、私に花の騎士の帽子をかぶせてくれました。しかしお嬢様は知りません。私は他の方の気持ちなんてあまり気にしていないと。あの時の私はただ。おっと、すみません。勢いに任せて。さて、私の願いは、ドニアザードお嬢様が笑顔で私の目の前に現れる、です。頼む、叶ってくれ。では、目を開けますよ。あ、これは。え、パッチ、ダメじゃないですか。ヤルダーキャンディーは一人一つ。ま、結局叶いませんでしたね。まあ、私の目の前にいなくても元気で。どうやら夢の主はこいつじゃなかったみたいだな。やっぱりそう簡単には見つからないか。でも、ドニアザードを知ってる人たちは、みんなあいつのことが好きみたいだな。で、お嬢様。ティシアの声だ。そっか、この時間。うえ、でもそれは、ティシアがやってくれるんじゃ。あ、おい、旅人。おっと、あんたか。ちょうどいい時に来た。お嬢様を。おい、これは私の仕事だ。風魔池からか。わかった。何を苛立ってるんだ。いいだろう。くれぐれも気をつけろよ。助っ人を呼んだのか。
に歩いて行くぞ。おさわり禁止。はい、完全がスマグファ。はい、マキノを認めよう。最善を尽くそう。旅人、お前完全にあいつらで鬱憤を晴らしてたよな。はぁ、お前もナヒーダも。そうだ、そ、初めて家臣探査に参加した時、つまりまだ輪廻に入ってなかった時のことだけど、オイラたちとドニアザ、確か忘れ物をし、オイラの記憶力もなかなか悪くないだろ。それにあいつはこの近く、おう、どんなに、ここだ。あれ、窓が開いてるみたいだ。オイラが入って見てきてやるよ。この部屋あいつの仮住まいみたいだ。見てみるか。これってドニアザードが書いたものだ。でも家臣探査の準備って急が、どうやらドニアザードは家臣探査この本が見つかってなかったら、あえても今さら分かっても、も、あ、今度はどこ、旅人。疲れちゃったか。考えてみると、もうここに長いこと閉じ込められてるもんな。ドニアザードと楽しく話をしたのも
なんだかすごく昔のことのように感じるし。時はみんなここに座って、ドニアザードも目を輝かせながら、生きていれば必ず悩みは生まれる。でも私たちはみんな、今の言葉、過去にドニアザードが言ってたことだよな。まさか。ん？どうやら相変わらず人形のあいつみたいだ。でも、今度はどこに行くんだ？行きます。これ以上続けるのなら家臣探査の関係者全員を処罰することになるわ。すでに大賢者も目をつぶっていらっしゃるの。状況をわきまえ。そんな。え、旅人？旅人、いきなり何やってんだよ。あれ、こいつら反応がないぞ。あ、そうか、これが賢者、つまりどういうこと？大賢者たちがどうしたの？家臣様を象徴する花だからね。そうね、マハールッカ・デバータ様が家臣様を記念して作られたパチサラも結局は。鮮やかな赤紫色、これって伝説にある本当のパチサラだよね。でもお前言ってたよな、この花は家臣が。うん、一体どういうこと？あなたたち、消えた。夢の主はニーローだったのか。まさかの収穫だな。赤紫色のパティサラはもうこの世に存在してない。つまりここの舞台を飾ることができるのはニーローの潜在意識以外ありえないってことか。ナヒーダが言ってた比喩を使うなら、人々は皿の中に料理があると思うけど、ニーローは植木鉢の中に伝説のパチサラがあると思ったんだな。だからあの2つの花を見た瞬間、お前はニーローが夢の主だって。でも輪廻を終わらせるには夢の主に自我の意志、どうやってニーローに。私、うん、やっぱりね、家臣探査を経験。間違ってるけど完全に違うと。お前の認識だとスメール人は夢を見ないはずだろ。あなたたち、一人目の賢者の物語は聞いたことあるかな？最悪から逃れる。おう、それなら聞いたことあるぞ。オイラたちがええ。でも、あなたたちが聞いた話では、彼は一人、彼の敬虔な心と英知は、創新に認められ、一人目の賢者の前に現れる、様々な不可思議な光景。それはまるで、全世界の知識が具象化され、どれくらいの時が経ったのかはわからない。その後、彼は創新にこう言うの。
両親や妻、宗神は微笑むと、次の瞬間、賢者は自分がベッドの上で横になっている。それで、そばにいる妻がこう言うの。今日は、宗神をさ、それから、一人目の賢者は、スメールシティに訪れていた災厄をいくつも解決し、教霊院を、つまり、一人目の賢者は、物語の最初からずっと夢の中にいたのか？うん。きっと、彼の敬虔な心と決意が宗神に届いて。なるほどな。お前の考えは分かったぜ。確かに面白いけど、オイラたちも早く目を覚ます。そうなんだ。ちょうど今日の過信探査も終わりを迎える時間だね。せっかく夢の中にいるんだから、最後の過信の舞は少し派手に踊ってもいいかな。みんな、私が家臣の舞を神へ捧げるね。見られなかったのはちょっと残念かな。
まあ、こんな…桜？よくやったわね、それと。ありがとう。あなたは…ドニアザード！なんだ…無事だったのか！オイラたちを脅かすなよ！ああ、旅人にパイモン！ちょっと聞いてよ！私ね、夢を見たの。夢の中で、ニーローが家臣の舞を踊ってたのよ。ないだね。お前、実はナヒーダなんだろう。通りで家臣探査の会場で会ったとき、キャサリンの様子がおかしいと思ったわけだぜ。それと、ドニアザードのことも。お前が助けてくれたのか？それは話すと長くなるわ。それに、今は病人の休息を邪魔しない方がいい。場所を変えて話しましょう。旅人の大好きなあの…探査なんね。一体どうしたの？私を見た途端そんなに興奮するなんて。一晩会ってないだけじゃない。実は一晩だけじゃないんだ。ん？おかしいわね。私…よし、ナイスコストレッション。花と酒を手に景色を堪能しようとしたが、aduh, sampai kembali bisa lanjut. Sampai coy.